はい、じゃあ前回の時からという感じで、今日は相当お酒を飲んでからやってるので、不思議な力が閉じられている。確かに見るからに不思議な力が閉じられている。今日はだいぶお酒を飲んでいるので、だいぶ適当なプレイになると思います。コンティニューを何回もやります、きっと。はい、ただね、仲間にカイネがいるからね、まあ何とかなんでしょう。うん、つまっちゃった。で、不思議な力を閉じられる、うん、パズル。この部屋では以下のこういうキーンズ、羽飛ぶウサギ、何のことを言ってるんだろう、ジャンプしてアメトと。はい、で、ジャンプすると、なるほどね、戻される。なんだ、はい、どうした、掟を守らないと先に進めないみたいだね。なるほどね、砂の民族と一緒で掟に縛られてるやつね。やっぱこのミーヤレプリカントはやっぱ言葉っていうのが力を持つんだね。白の力もね、封印された言葉だしね、うん、国文病もね、文字だしね、うん、なんかね、で、結局ジャンプしちゃいけないから、ジャンプを経ずに我が民はこういう風にしなきゃいけないと。で、これをまっすぐ押したところで先には進めんから、あーばばばば、一発当たるとアウト。うん、なるほど。はい、したらどうしたらいいんだろうね。ここは通れないよね。で、他に動かせるお店も特になさそうではある。うん、どうする、これ横に動かせる、あ、違うな、どうしようか、これこのまま行ってもいいけど、このまま行っていいのか、まあいいや、行ってみっか。いけないね。で、こう、これオスでいいのか、いいか、まあオスいいか。でもう一回打って、で、やんだ時にこれを押す、で、ここら辺まで押す、ほい、で、また引く、はい、で、これいけっか、半分ずらしは、半分ずらし、ほい、あ、ダメだ、うん、ダメだったな、ダメだったんだ、しょうがないね。はいはい、厳しいね。はい、ほい、はい、で、こうか、カヒネは当たっても平気、それはほら NPC の一部なんで。はい、押し切るじゃん、押し切るじゃんか、待って、おい、ん、これどうするか、
まるでシェアビルもできないし、はい、あ、魔法弾で壊せる。通常呼吸もぜか試練の掟を突破せしもね、次の掟に入れない。はいはい、こんな感じのパズルを、手間のかかることだ。うん、これはどういう、この町の王子ってどんな人なんだろう。本来民を守るべき人物が逆に町の者たちにその身を案じられておるのだぞ。わかるだろう。ウルナ、シリウキ。無能な知れ者だ。聞こえとるよ。今なんか聞こえたけど。まあ王子を助けようと思ってもね、今ね相当お酒飲んでたんで、眠いです。超絶眠いです。なんで王子を助けたら寝よっかなと思います。あ、王子だ。レイド、下おれ。坊主、どこから来た。ウグダと、あ、サントと大神カイラムデアルゴ93だね。王子ってこんな子供だったんだ。ツツキ、タトスケッチ、レイジ。あ、ああ、ガルナ。は、キャトルミューティレーションされそうなさらわれ方。あ、ああって言っちゃって、言っちゃってんだ。あ、素材だ。はいはい、ここもなんか資源があるんだろうね。はん。これはいかがか、羽飛ぶ先と立ち止まりし、フクロウ。なんだ、助けに行かないと。立ち止まりし、歩きつけなきゃいけないと。ブロックを壊すボックだ。チームとして進むチームだといいんだよ。はい、オッケー。じゃあ取ってきまーす。てるせいもあるけど、ちょっとあった。どうするの？先に進めばいいっていうのか。はい。あ、シーズン、あ、あったこんなの。眠気が限界。いやー、頑張れ頑張れ俺。これは走り抜ける狼がダメで、回避摂取ネズミもダメ、魔法放つし、コウモリもダメ、魔法禁止、走るの禁止、回避禁止、ジャンプは OK。 くそ、
やってられるか、こんなの。カイネ、あらまあ、なんだこれ、離せ、離しやがれ、このクソったれ。 UFO キャッチャーの原理で追いかける相手がもう一人増えた。うーんってうーんうーんって魔法もダメでしょ、回避もダメで、走るのもダメだから、走ったらアウト、走ったらアウト、難しくない？これこうでしょ、走ったら、うん、はいはい、あーちょこちょこって動かしてダメなんだ、はい、え、嘘、え、嘘、あーちょっと待って、あーしました、嘘、はいはい、OK、 死にそうになりましょう、この裏をくぐったらどうすっか、カクンカクンってなる、体が意識が発揮しないよね、カカンやってないか、あぶっ、あーはは、あ、今のは完全にボケっとした、今のは完全にボケっとした、まあが癒やしいわ、あー、抜けられはせんのか、いや、で、上手い人ならできるかもしれないけど、僕はそこに余裕がないだな、うん、回避を出しても向こうか、うん、うん、ちょっと待って、ちょっと眠気が限界なんで、ちょっと今日ここで申し訳ないけど終了します。あーショックだ、これ悔しかったのに、すいませんが、お疲れ様でした、すいません。